はい、どうもこんにちは、東光大学です。それでは、形容式2018、大問5番の括弧3の解説をしていきたいと思います。問題は、斜線部分の面積を A を用いて表せという問題です。はい、これはどっかっていうとね、この曲線と直線2つで囲まれたこの赤い領域ですね。うん、この部分の面積を求めてくださいという問題です。はい。で、この問題なんですけど、このね、曲線と、こう直線と直線で囲まれた領域の面積を具体的に求めるっていう内容をね、中学生ではならないんですよ。高校生になってから、高校2年生の積分ってものを使って、この面積をね、求められるようになってくるんですよ。で、実際に今回この問題、これね、積分の考え方を一切使わずに、この面積を出すことができます。ちゃんと言うと、この面積を A を用いて表すことができます。はい。で、よく高校入試では、こんな感じで、y これ x 2乗があったときに、x 座標をね、今 a の点を取りますと。で、その時このね、赤線の斜線部分の面積が、3分の 1a 3乗と表せるよ、ということを認めて、ね、こういう面積を求めてくださいっていう、このね、放物線で囲まれた面積を求めてくださいっていう問題だったり、あるいは、こういう風なね、面積は、ここの面積が、6分の1、括弧 a-b の3乗であるということをね、認めて、こういう部分の面積を求めてください、という問題が出るんですよ。うん。で、この問題はね、こういう風なタイプの問題っていうのは、これね、積分した結果がこれになったわけですから、結局積分を使っちゃってるわけですよ。でも今回この問題は、積分を全く使わずに出すことができるんですよ。ちなみにこれはね、6分の1公式とか、こっちは3分の1公式とか呼ばれたりします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。この問題の条件っていうのは、まずこれが放物線は y イコール 3x 2乗です。で、点 A の x 座標はマイナス3だと。で、直線 AB は、x 軸と平行。で、この直線 BC っていうのは傾き A って言われてて、で、ただし、これはね、直線 AB と y イコール 3x 2乗で囲まれた図形を2等分している。ここは何を言ってるかというと、ここですね。ここの面積をちょうど半分に割ってるわけですよ。はい。で、じゃあどうやって求めるかっていうと、これは今、わずと、こんな風に、P、Q、R、S と、各部分の面積を置きます。P っていうのはこの三角形のことで、Q っていうのはね、この四角形の時みたいな、線分、線分、線分。ここは曲がってますね。ここ曲がってる。この領域を Q、で、同じようにして、ここ、R、これ求めたいとこね。求めたいとこ R として、で、あとはここね、線分、線分、この曲線で囲まれた部分、ここを S としようと。うん、そうすると今、このね、分から何が得るかっていうと、ちょうどね、上半分と、下半分は同じだから、はい。P プラス Q イコール R プラス S という式が出てきます。で、あともう一つ、このね、この緑で囲まれた領域っていうのは、ちょうどこれ、y 軸対称な図形なんですよ。どうしてかっていうところは、y イコール 3x 2乗が、y 軸対称なグラフであるってことに依存してますね。したがって何が言えるかっていうと、ここ、ちょうどこれ半分に分けてあげれば、このね、p たす s と q たす r って同じじゃないですか？うん。こんな感じになります。はい、こんな感じの2つの式が出てくるんですけど、今この2つの式、ちょっと足してみましょう。そうするとどうなるかっていうと、これは今、2p ですね。2p 足す q 足す s ですね。q 足す s が、これは、r にこれかな。2r 足す q 足す s ですね。q 足す s。で、これよく見てみると、これは今、ここの q とここの s、ここの q とここの s、どっちもあるから、消えるよと相殺される。つまり、何が言えるかっていうと、2p と 2r は等しいですよ。っていう式が出てきます。で、これ、2で割ってあげると、p イコール r。で、これ順番に書いて、結局、r は p ですよと。そういう式が出てきました。うん。で、これ何にしてるかというと、このね、この赤の領域の面積っていうのは、この青の三角形の面積ですよとか今言えました。なので、実はこの問題、青の三角形の面積を求めればいいんですよ。はい、ということで残りやっていきましょう。先ほども言いましたけど、この緑っていうのは、y 軸対称の図形なんだから、こっちがね、マイナス3だったら、こっちはね、ちょうどプラスの3ですね。つまり、このね、B ってやつは、こっち消しますね。B というのは、
3カンマなんちゃらで、今ね、3を代入したければ、サダンが 9×3 で、クサ27。はい、3カンマ27ということがわかる。つまりここね、ここは3だよと。で、もちろんこれ今、ここはね、座標軸が直行してるんだから、平行だったら、ここも直行してますね。これは同位角が等しいからです。つまりあとね、ここの長さが求まれば、面積出せますよと。で、今、この直線、BC って直線の式っていうのは、y イコール ax プラスなんちゃらなわけですね。うん、ここがわからないと、接点が。今じゃあここをね、b としてみましょう。b としてみましょう。そうすると、今こいつは、点 b、3カンマ27を、通るので、これ代入してあげれば、関係式が導きますね。これ代入してあげれば、27イコール 3a プラス b だと。うん、で、これで切片出しますね。切片 A を使って表せる。つまり、B を残して 3A 移行しましょう。27-3A。これね、順番入れ替えて、B というのは、27-3A。ということで、ここがね、27-3A ということが分かりました。で、今、ここね、全体の幅が、27ってのは分かってますね。3カンマ27。ここが27ということが分かってます。で、ここが今 27-3a ってことは、結局ね、ここの長さが 27-3a ってことですよ。つまり何言ってるかというと、ここの残った部分の長さっていうのは、これ引くこれをすればいいよと。つまり、27-27-3a、括弧忘れないようにしてください。そうしてあげると、これは27消えて、マイナスマイナスでプラスの 3a。したがって、ここの長さは 3a です。じゃあこれ今計算過程これ消しましょう。よって今、このね、P の面積っていうのは、3×3a×1/2 ですね。底辺×高さ ×1/2。したがって、これは、2/9a ということが分かりました。うん。で、これ P が分かったんだけど、結局ね、R イコール P より、R も2/9a ですね。はい。なので、所線部分の面積が求められたよ、ということです。はい。で、今、ちょっと気になるところが、これね、なぜ、この面積を積分せずに出せたか、正確には積分せずに、a を用いて表せたかという話なんですけど、実は a っていうのは、とある数値です。もうこれね、ちゃんとわかる数値です。どうしてかっていうと、これ今、緑の図形があって、こういう風になってね。で、この点を通って二等分するってことは、傾きこれね、ちゃんと一つに定まりますよね。で、実はこのね、傾きを求める過程で積分は出てきちゃうんですよ、絶対に。だからでもね、そこは求めなくていいよ。そこの数字は分からなくていいから、まあそれを使えばね、まあできるでしょっていう問題なんですよ。で、大事なことはこの面積では結局ね、どのやり方にしろ、やっぱり積分は必要になってくるよって話なんです。はい、以上でこの問題の解説を終わります。この動画が良かったらチャンネル登録と、グッドボタン、あとツイッター、インスタグラムの方もやってるんで、そちらのフォローもよろしくお願いします。それじゃあ。